メディアを再生する空港の滑走路を離着陸する飛行機ポートランド国際空港はアメリカ合衆国のオレゴン州ポートランドにある国際空港。ポートランド市郊外にありオレゴン州内で一番大きな国際空港である。アメリカ国内線の他に北アメリカアジアヨーロッパへの国際線が就航しており東京国際空港への直行便も運航されている。 空港ターミナルの東側3マイル圏内では事務所小売ホテル地区が成長している。展開している主な小売業者はグッドガイズ、ホームデポ、マイケルアーツクラフツなどがある。南西から見る KPDX の航空写真、PDX は5つのコンコースに分かれた1つのターミナルビルを持っている。全体としてのターミナルは H のように形をしている。 コンコース A、B、C 及び D、E はターミナルの反対側に位置し、それらはシャトルバスによって向こうのセキュリティチェックポイントに接続している。ここには郵便局、無料 Wi-Fi ワイヤレスインターネットアクセス及び子供向けプレールームが設置されている。国際線乗客の出口は1階の北側である。国内線乗客の出口は2階である。 ありがとうございます。